おはようございます。今もまだ雨降ってるね。夜中雨降ってたんですけど、おじはそこいるね。雨ふれふれなんだよね。今朝はですね、誰も起きてこなくって、今7時過ぎぐらいかなと思うんですけど、みんな寝てるのと思ったらね、ぐっすり寝ておりまして、ものすごく静かでしたね。まあ私がね、ベッドルームから出てきたらね、ポミトさんも起きてきたけど、今日の夜にお父さん帰ってくるのでお迎え行くんですけど、その前までにね、明日もしかしたらお父さんお休みするかも出てたから、週一の大掃除して、でまあ準備してね、お家出ようと思っております。とりあえずポミトさんのお仕事するの見届けたら、お家入って朝ごはんですね。サニックまだぐっすり眠ってますね。ポミクご飯にしるこ、ご飯にしるの、待って、サムちゃんも、うん、じゃあご飯にしていきましょうね。サニックも起きてご飯にしよう。サニックも起きてきましたね。こうやってね、サムちゃんが絡むでしょ、それにイラッとしてポムに八つ当たりするの。今もここにいたけど、端っこに追い詰めて猫パンチすごいするんだよね、こうやってね。ポム、サムちゃんのとばっちり食らってんだよね。連帯責任だみたいな感じなんだろうと思うんだけど、逃げてる逃げてる、かわいそうに。サニックのご飯はまだそっちにいなさいね。午前中ですね、だいぶ真剣に雨降ってて、少し乾いてきてるけど、音立てて降っておりましたね。風も結構ありますね。今ね、12時過ぎたぐらいなんですけれども、プロテイン飲んでこれからね、真剣にお家の中ね、お掃除始めようと思っております。午前中はね、編集したりなんだりしておりまして、その間ね、寒いしね、この子たちよく寝てましたね。サニ君はね、今ピンクさん入って寝てますね。サムちゃんずっとお耳めくれですけど、どうだろうな、お散歩散歩行けるかな。コンクリートの上なら歩けるかなと思ってるんだけど、お家ね、6時半前には出たいから、今日はね、この子たちお散歩もご飯も早めにと思っておりますので、とりあえずね、出発時間遅れないようにね、どんどんとやっていこうと思います。お洗濯したてのベッドにお二人さん入っておりますが、今日も私やっちゃったと洗濯機変な音すると思ってすごい勢いで行ったんだけど、擦り切れてた。一応縛ったんだけど、ジョーに気づかれて掘られたらあれかなと思って、いつもここに敷いてたね、これダイソーで買った足拭きマットなんだけど、マイクロファイバーのね、それでね、こうカモフラージュしたんだけど、今のところお嬢は気づいてないので大丈夫かなと思うんですけど、夏になったらね、お父さんがね、夏仕様のねマットに変えようねって言ってて、まあなのでそれまでと思ってたんだけど、さらに今日に被害大きくなって、もうこれは夏用マットを買うまで、冬になったらまたこのふかふかに新しいのを握りしなきゃいけないなと思っております。ニンニョクってニョイヨーもね、今ね、何時だ、3時を過ぎたので、風すごい強いんだけど、お掃除してる間もね、雨すごい降ったりまた止んだりして、今は晴れてるんだけど、そんな感じでね、お天気が安定しないんですが、今なら行けると思うので、これからね、お散歩出ようかなと思っております。お散歩行く？行くんよ。じゃあ準備しようね。それではですね、近所一周お散歩に行ってこようと思います。行ってきます。めっちゃ風強いよね。風のゴムっていう音が入ってると思うんだけど、風切りよね。あれ、ポムでお仕事ですか？違うね、フェイントかけたな。2回目するのかと思ったんだけど、違うみたい。もしかして登れないの？そっからだと。そうね、慎重派ですね、ポムはやっぱり。クロスしまくってるけど、サムちゃんそれダメよ、おいで。お家帰ってきました。洗濯機真剣に回ってるね、ボミ。あんよ拭いたらね、またお昼寝しゃんしてのんびりしててくださいね。すごい匂われてるけど、何がそんな気になるの、サムちゃんはボミムの好きなんだよね。はいはい、よかったね、匂わしてもらったの、嬉しいの。
はい、ポミクとハムちゃん、ご飯にしましょう。ハニクはね、ベッドルームでベッドの上乗って寝ておりますね。今日ちょっとご飯早くて申し訳ないんですけれども、まあ、お父さんお迎え行ってくるからね、食べたらお利口さんでお留守ませてね。お手、よし食べてください。はい、ハムちゃんもお手、おかよし食べなさいですよ。上手ですね。キャベツからね、ポミはパン食べたね。ゆっくりガニガニしてね。ポミくん待ってるの。ハムちゃんずっと器舐めてるけど。ポミヨーグルトしよっか。ハムちゃんもヨーグルトちゃんありますよ。ハムちゃんおしぼりしてください。おりこちゃーん。ポミくんお待たせしました。お手、おかわり。お手、おかわり。お手、おかわり。待って、待って、待って、待って。そこなんかついてるよ。なんかついてて、後で見して。キレするから。お手、おかわり。お手、おかわり。お手。おかよし食べなさいですよ。クーポーでしゅ。たむにゃも。おて、おかもう一回。おて、おかもう一回。じゃ最後しよう。おて、おかよし食べなさいですよ。はい、どうにゃ。な、ご飯食べたら、お首の取って、前足についてる泥んこかな。キレキレして、で、お庭さんでおトイレしましてから、お留守番しててくださいね。お願いしますね。それではね、お父さんを迎えに出発しようと思います。今、もう6時半になるかな、と思うんですけど。お父さんね、もしかしたら忘れてるかもしれないけど、お帰りご飯食べて帰ってこようねって行く前に言ったんですけど、まあ忘れてたとしてもね、あの夕飯は用意してないから何か食べて帰ってくるか買って帰ってくるかなと思います。それでは行ってきます。お父さんお帰り。はい、どうも。はい、できましょう。久々に深田に来ました。私の上着を持ってくれてるお父さん、行ってきましょう。席ついて注文しました。お父さんビール頼んでたけど、ちょっと待ったね。はい、お疲れ様、乾杯。実は飛行機乗る前も飲んだけど、ね、私の注文したの来ました。スパイシーツナ丼とシーフードサラダのコンビネーション麺、すごいね、たっぷり。お父さんどうぞ食べてください。サーモンと両方ある。おいしい、よかった。お父さん山かけそばにした。で、あと天ぷらの盛り合わせが来るね。久しぶりだね、こういうのね。ね、天ぷらの盛り合わせも来ました。美味しそう。半分こねあとさんね、好きなの食べていいから。うん、たらふく食べましたね、お父さんね。なんか震えてるけど。じゃあね、お家帰りましょうね。はい、はい、お家帰ってきました。よかったね、お父さん帰ってきたの。ナムちゃんも。ただいまよ。テンション上がってあっち走っていっちゃったけど。ナムちゃん、おいで。お父さんしてもらえばいいじゃん、行こう行こう。はいはいはい、ナムちゃん。はいはいはい、ナムちゃん、元気？はいはいはい。中央はね。もっとこっち来て。こっち来て、広いとこで遊ぼうって言ってるよ、ポミ。おいでって。とうとうこの芸術キャリー壊れたんだって。壊れそう、壊れそうって言って、ずっと壊れなくって。とうとう壊れた。上手に扱ってるじゃん。サニクにただいま言って。サニクなんだって、そこで遊ぼうって言ってんだ、多分。ほら、お腹見せてるじゃん。久しぶりよ。お嬢何してんの。遊んでくれるって。はい、よかったね。お父さんね、おトイレ行ってお着替えしてお片付けしたらおやつくれるかもしれないから待っててください。よかったね。待ってたのよって。お父さん今二ほどきしておりますけれども、レシピブックボブにでサインしてもらったんだって。写真を撮って、そして見てサインしてもらったんだって。なんて書いてあんの。 To your good health、うん、ボブムーア。My wife があなたのファンですって伝えたらしいんだけど、自分がもらってきて。ボブ90歳なんだって。すごいよね、現役で活動されてますね。どっかに飾るって言ってたけど、そこはここ、どう、いいんじゃない。これこのサインのページでいいの。まあいいよ、いいじゃん。そこにかなんか飾りたかったんでしょ。写真立てに入れればいいの、その写真。その方が綺麗にあれできるよ。ボブコレクションだそうです。よかったね。これからボブズレッド見るのしかも使っちゃダメだからね、お父さん。私にこれお土産って言ってくれるんだけど、ファミトさんもなんか欲しがってるよ、お土産って聞いてる。ないよ。
ただいま10時45分ぐらいですね。お父さん風呂入ってもう寝たんですけど、私お父さんのね衣類洗濯回してて、もうねドライヤー入れたからいつでも風呂入れるんだけど、わからないかもしれないけど窓ガラスが濡れてるのわかります？お父さん寝てからめっちゃ雨降ってきて、お嬢頑張ってね、寝の前のトイレ出ないとね、雨ふねふねないよ。いや用しないでちゃんと済ませようね。まあもうちょっとね編集したらこの子たちね寝かして、で私はシャワーしようと思っております。何か言えしゅみー、さいくん今日も珍しいとこねんねしてるじゃん。サムちゃんと二段ベッド景色になっておりますね。のも、まあ、私がお父さんねお迎えに行った後からだと思うんだけど、ずっとピンクさんで寝てたんですけどね、私がねシャワー浴びる前はねみんなでねあの中入ってたんだけど、今もみゃがに何もってここにいますが、ちょっと移動してみたのかな。お留守番リーダーご苦労様ね。な、父さん帰ってきたね。これで安心だね、サニくんね。明日からゆっくりのんびりね、隠居生活に戻れますよ。サムちゃんの無理も大変だったしね。ポミに八つ当たりしてましたねの。まあ、ポミか何とも思ってないよね。サニくん、ちょいなと思ってるだけだもんね。お父さんに何があったか報告しました？お父さん、ただいまでサニくんに出た時ね、お、帰ってきたのかってね、ドデーンと構えておりましたが、みんなお利口だったよね。お家も変わらずだったよね。サニくんのおかげだね。ありがとね。まあ次はね、特に予定ないみたいなけどね、時折あると思うからね、その時はよろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねんしてください。おやーちみ、おやーちみ、おやーちみ、サニくんくぽい、おやーちみくぽい、おやーちみ。ずっとうろうろしてますけど、ポミくんもソファ乗りたいの？こっちサムちゃんとサニくんいるから、ポミこっちにした方がいいと思う。ママ乗る？ここに乗りたかったようですね。ポミくんもおやすみ。ありがとう、ママもケアしてくれるの。よしよしね、ありがとう。ポミくん今日の社会的なじゃん、テンション上げ上げでしたけど、でも遠慮してたね、サムちゃんが甘えん坊さんしてたからね。鬼大ラインね、とってもお利口したよポミ。サムちゃんがサニくんに言い合いをしてね、サニくん怒った時もポミが八つ当たりの対象になっておりますけれども、じっと我慢するしね。サムちゃんとサニくんが何かしてる時は近寄らない方がいいよポミ。サムちゃんのことかばおうとして出てくるけど、サムちゃんいけないだと思う。ママは見せないでやんじゅって言われたから、ガニガニ見せてくれないんだ。お父さん明日お休みなんだって。ポミクといっぱい遊びたいなって言ってたよ。何して遊ぼっかねポミね。ボールしたいんだよねポミはね。でも明日ボールちょっと難しいと思うよ。今雨ふれふれすごいもん。お天気さんになってもね、芝生はびちゃびちゃだと思うから、ポミくせっかくお姉さんにキレキレしてもらったんだから、もうちょっとキレキレのままでいいよね。お父さん帰ってきてポミくシャンプーの匂いしないって言ってたけど、そりゃそうだよね。1週間経てばしないよ。でもねポミね、ここねガビガビなってないんだよってね、教えたんだよねお父さんにね。お首に巻き巻きするいいやつあるんだよってね、そしたらキレキレなんだよってね。明日の朝お父さんご飯もらうときね、ポミくんにつけてねってお願いしたけど、つけてくれるかな。まあ朝ごはんはねカリカリだけだから、特にすごく汚れるわけでもないからいいんだけど、まあご飯の時につけるっていう習慣できたのでね、まあ毎食つけてあげた方がいいかなとは思っているんですけども、お父さんにどういう風になるかをねつけて見せてあげたんだよね。すっごいポミの毛あったかい、この中。今日寒いからめっちゃあったかい、ゴムなの中。このもふっとしてるところの中がめっちゃあったかいですね。気持ちいい。ごめんごめん、ちょっとなんかボサボサなっちゃうね。キレキレしとかないと。お姉ちゃんね、いっぱいねポミくんねブラシしてくれたもんね。でも今日ちょっと湿気があるから膨らんでね、ザンバラな感じになってますけど、モフモフなってるねポミね。ガニガニに夢中ですね。なんでポミくん、ガニガニしててもいいけどね、枕枕になったらねんねんしてくださいね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねんしてください。おやーちみ、おやーちみ、おやにみ、モミググッポイ、おやーちみグッポイ、おやーちみ。お耳めくれお嬢ですね。お耳がそして赤い。でもおやすみ。お耳が赤くてあちゅあちゅじゃないの。あちちよ、たむちゃんのお耳。ねむねむなのね。そうよね。ねむねむよね。たむちゃん、京都さん帰ってきたね。嬉しかった。たくだってしゅか。お父さん、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 あたちよ、あたちよ、あたちよ、抱っこして、抱っこして、抱っこして。言ってくっちゅでたくだれでしゅか。出張のね、一
1日目以降は特にお父さんのこと探しませんでしたけれども、まあそれでもね帰ってくるのすごく楽しみにしてたんだろうなと思って、帰ってきた時ね私だけが帰ってきた体で家の中入ってってお父さんに言われて入ったんだけども、私のね脇を通ってねガレージのドアを閉めようとしたところをスルッと抜けてねガレージ入ってって、もうすぐさまお父さんのところに飛んでいきましたね。待ってたんだよね、タムちゃんには分かってるもんね、お父さんが帰ってきたのね。だから一番初めにお父さんにご挨拶行ったんだもんね、タムちゃんね。待ってたのよってね、よかったねお父さん帰ってきてね。明日いっぱいポミクとタムちゃんと遊ぶって言ってたよ。何して遊んでもらおうかね。油断しる、引っ張り合いっこしる、取ってこいしる、いっぱいいっぱいしたいことあるね、タムちゃんね。明日楽しみだね。明日に備えてね、もう眠眠だね、ねんねしましょう。今日も一日ありがとね。ゆっくりねんねしてください。おやちみ、おやちみ、おやちみ、ナムナムベミー。おやちみくベビー。おやちみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま2時になります。お父さんはですね、ちゃんと寝たかなと思って様子を見に来たら、私の枕に使って寝てて、それでよだれを垂らしておりまして必死で取り替えたんですけど、ご本人様はですねちょっと目を覚ましたんですけど、おトイレだけ済ましてね、またねいびきをかいて眠っております。まあお父さんね今日出張から帰ってきたんですけども、まあね目いっぱいねお仕事してきて時差もあるからね、とってもね眠かったようでね、今日は早くね寝ましたけれども、まあ帰ってきてからですねいろいろねお話ししてくれて、まあメインはねずっとね練習していたねプレゼンの話をしておりましたが、もう一つはねボブズレッドミルのボブさんですねの話を嬉しそうにしておりまして、お父さんねこっちだと日本人だと思われないんですけど、ボブさん何も言わなくても日本人だって分かったみたいで、片言の日本語をね話してくださったらしくって、それもね嬉しかったみたいなんですけど、すっごくね大きなねフードショーっていうのかなに行ってきたようで、いろいろ見て回ってね、まあお仕事なのでね収穫もあったり、またねとっても楽しんだようです。シャワー浴びる前ね雨降ってるっていうね話してたと思うんですけど、少しね弱まるかなと思って待ってたんだけど全然弱まらなくて、風もね強いから嵐みたいな感じで、お外ね大荒れなんですけど、サムちゃんおトイレできるかなと思ったんだけど、まあ12時過ぎたしもうね寝かさないとなと思って、コミとサムとね一緒にねお外出たんですが、ささっとね雨の日おトイレ済ますポイントに行ってねしてくれます。ね、ポミの方が結構時間かかったかな、うろ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 してたんですけど、ポミちゃん濡れるよって言いながら、まあ、とりあえずね寝る前のトイレはねしっかり済ますことができたんですが、天気予報を見てるとこの後は上がるようで、明日もね晴れマークになってるんですよね。まあ気温はねそんなに高くならないんですけど、まあだから明日は大丈夫かなと思うんですが、お父さんね朝お話しいたしましたが明日はお休み取るようで、まあですがね明日は休養日ということで、まあ一日のんびりねゴロゴロ過ごしてポミとサムと遊んで、そんなね一日にねなるかなと思います。ということでお父さん今日ね比較的静かに寝てるなと思うので、この辺りでね電気消して休みたいなと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。